A7 サス4、ひとまずねここはラの音を弾きますよ。 A7 だから A7 ス上のやつ置いといて A はラなので、メロディーのラを弾きながらここね1弦5フレット、そして親指は開放弦の5弦、これが5弦、ラ、これ一緒に弾きましょう。はい、これでベースとメロディーだけっていうところまで来たんですね。一回やってみましょうか。もう一回最初からベースとメロディーだけを弾く、これが、ギターソロアレンジに向かう第一歩ね。やってみましょう。基本 OK でしょ。もう一回いくね。基本絶対大丈夫。今度右手が見えるようにやろうかな。オリジナルぐらいのテンポで一回やろうね。ほら三日月感じてたね。ところがちょっと物足りないじゃん、ちょっとだけ。それはベースの上の部分がコードトーン、内声って言いますね。内側の声って書くんだけど内声、コードトーンのところが今入ってないからね。それでちょっと物足りないわけ。特に一番最後なんかそうでしょ。あのなんかほらなんか弾きたいじゃん、これターンってラ弾いた後に3、2、3、4、なんか寂しいじゃん。何にもあんた何もせえへんのって、そういう感じになるじゃんね。これでしょね。A サス4 A7 サス4から A7 スに行ってるので、コードでいくとこの動きを、あとはそのさっきまで練習したメロディーとベースを弾いた中で後に入れなきゃいけない。はい、ここまで来たらもう歌わないでいられない。歌わないわけにはいかないでしょ。このこれだけだとね、なんかちょっと歌うのにこう不安が出るっていうか、わかる？どうやって歌えばいいかなっていう、歌の伴奏をするのはもうね、ぼーっとしてても自分で歌うシンガーの人がね、歌に集中してるだけでね、自然にふってどっからでも心配なく歌えるようにして差し上げるのが僕らの仕事なんですね。だからもう一回行こうか。ちょっと歌いにくいやつ。ちょっと歌うまでに不安が出るだろね。僕がいつもやってる、出た、僕がいつもやってる、彩香さんとやる時にいつもやってるやり方。いつでも歌ってくださいって感じね。はい、はい、今だからベースとメロディーを弾くというところまで行きました。じゃあね、まずそれでベースとメロディーはいけたとして、
コードトーンを知らなくてはいけないんですよね。でコードトーンを知るのとコードの、コードフォームを知るのとは話が少し違う。で1個目からいきますよ。必要なコードをまず1個目からこうインプットする。最初は D っていうコード、こういうコードでしょ、ね、D なんていろいろあるんですよ。 D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 、たくさんの D が世の中にはあります。この D なのでメロディー弾きながらどこの D というコードが弾けるかというのを考えながらいかなきゃいけない。今とりあえず必要なコードいきます。で2個目のコードが C シャープマイナーセブンスハーフディミニッシュっていうコードでしたね。 C シャープマイナー持ってますね。はい、 C シャープマイナー全然違うもんね。全然違うよねサウンドがね。はい、ここから作るのね。 C シャープマイナーを持って C シャープマイナーセブンを作りましょう。小指を離すと C シャープマイナーマイナーセブンになります。あとは C シャープマイナーセブンスフラットファイブ、5度ファイブ、ファイブをフラットさせます。5ね、にゃこういうとこですね。ちょっとただこれじゃ持ちにくいね。ちょっと考えた方がいいね。だからこの音になるように指を変える、持ちやすいように変える。でこれでもいいよね。これでもいいとなるとドソシミっていう音じゃないですか。ドソシミ、ドスドソシミ、こんな風に持たなくったってソシミってあんた、これ3弦ソ、2弦シ、1弦ミね、こんな持たなくたって離したって一緒。ということでこれだけ持ってれば、ここの弦だけ持って弾くのは5弦3弦2弦1弦これで C シャープマイナーセブンスフラットファイブ、 C ハーフディミニッシュ、どちらでもいいです。2個目のコードはこんな感じ。厳密に言うと、オリジナルのイントロ聞くと厳密に言うとちょっと違うけども、なので全部の音を弾く必要ないと僕は判断しております。なのでこれだけしか弾いてない。5弦と2弦と1弦、1弦はメロディーだもんね。あんまり他たくさんの音弾かないようにしてる。で次に必要なのが C メジャー7、はい、みんな大好き C メジャー7、明るいこんなコードですね。次に必要なのが B マイナー、あるいは B マイナーセブンス、どっちか、どっちでもいいと思う。これも小指を離したらマイナーセブンス、小指を押さえたらマイナー、 B マイナー。次に必要なのが B フラットメジャー7、これですね。次に必要なのが A セブンス、サス4。こうでもいいかもね。これ2弦の3フレットでだけ押さえて弾くのは5弦、3弦、2弦、1弦。これで A セブンスサス4、押さえてるやつを2フレットにスライドしたら同じ、右は同じで A セブンス、これだけスライド A セブンス、右へスライド A セブンスサス4、左へスライドね、うん、これが必要なコードなんです、この4小節間で。で、さっきメロディーとベース弾いたでしょ。この間に
今使ったコードのコードトーンをうまく散りばめたり、アルペジオ風に、拍を埋めるようにどこかにコードトーンを入れたりすることでソロのパートを作るわけです。これメロディーのとこしか弾かないと、これこういう感じね。基本的にはこう、さあちょっとメロディーがない隙間、ここはさ、タラララって音符が細かく入ってるでしょ。だからここはこのまま放っとけばいいんだけど、頭別にこのままでもいい、絶対なんてことは音楽にないので、正解も不正解もないので、好みと自分の好きなようにやればいいんですけど、これをこれやっても OK。 例えば頭がここがちょっと1音の間隙間が大きいので、そこの真ん中に一つアルペジオ風なものを入れてみる。ちょっとそれなりに忙しくなるけど、もし忙しすぎるなと思ったら最初のとこだけ入れてみる。ここだけダンダンって裏を入れてみる。もし何も入れなかったらこうね、もし入れたらほんのちょっとだけど、入れることによってグルーヴが生まれるでしょ。こうこんなテンポでいきますよっていう、すごくいいこともあると思います。でもお嫌いでしたら入れなくていいです、参考にね。はい、僕はこうしてるね。で2番目のこう弾いたやつも、さっき C シャープマイナーセブンスハーフディミニッシュってこうやってコードになってるって言ったじゃんですか、ね、言ったじゃんでしょ、ね、だからこれ全部弾かなくていいっていうか、むしろ僕は弾かない方がいいと思ってるので、ベースとメロディーと2弦だけ、これだけで十分。コードトーンが僕はいいと思うね。ね。こうなりました。次 C メジャー7、こんな音。もうこれなんかほらイントロの中のメロディーがトップ、メロディーと同じだからこれ。メロディーがこの音だし、普通にコード持ってもこうだから、これはもうバッチリ。コードを弾いてこうメロディー弾く、コードを弾いたままメロディーになるっていう。で Bm7th。